先生、この間、アリサの滑舌、ね、ベロがね、どう最近は変わりますか？変わらずで、で先月末で5歳になったんですけど、でも変わらない感じか。はい。そうだね。そしたらそろそろいいって。いいして。あ、ベーブキー、あかんベー。もっとベー。ベーして。ベー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 。で、じゃあこっち側にも上げてみて、ここタッチして。伸びて伸びて、そうこっち側にも伸びてみて、伸びてみて、ここ動かせる、あ、できるじゃん。ベロここ触れる、もっとここ上の上、ここ私が触ってるとこ、大丈夫？これ触れるでしょ。ベロ伸びるね。うん、だいぶ伸びてるけど。伸びるよね。まず一回今度来てもらって、はい、口の中写真撮ったりして、はい、ちょっとベロ上げる練習。あ、お願いします。ベロの可動域をもうちょっと広げて、はい、使う練習したらちょっと喋りやすくなる。あ、わかりました。ベロを下に当てて喋ってるんで、ベロが下に当てて喋れるので、そんなにこう滑舌が良くなる。そうかそうか。そうそう、負けないようにこの上でしてるよ。で、今からこれ引っ張るからさ、これぐらいずーっと閉じてて。閉じてて。ちゃんとムーやった。あと2回測るよ。ムーしてて、ムー。無しててむ。あれ？力入れた？力入れて。ちゃんと入れて。絶対に取れないように無しててじゃ。あ、じゃあ強くなった。